日は芸術的な渓谷美、厳美渓と格好団子のツアーに多数ご参加いただきまして誠にありがとうございます。はい、今日一日皆様のお供をさせていただきます、ガイドのふわりと申します。どうぞ皆様よろしくお願いいたします。先ほど宮古を出発いたしまして、お車は釜石自動車道に入っております。ただいま釜石千人峠インターを通過いたします。ガイドさんって芸能人の誰かに似てるよね。なんか言われない？誰かさんに似てるって。はぁ、そうですね、言われたことありますけれども、ガイドさんさ、あれあれ、あの人、なんだっけ、思い出せねえな、あれあれ、あ、米倉涼子に似てない？あ実は先日似てるって言われたんですよね。すごくすごく嬉しくって。だべー、すげー似てるよね。あれあれ、あとはさ、あの人、なんか外人の結婚した人いますか、色が白くてね、あ、中谷美紀さんも似てるよね。はい、言われたことあります。数年前までね、よく言われました。だです、やっぱり俺の名は間違いがねえかな。でもね、若い頃は吉永小百合にこれでも似てるって言われたことがあるの。あ、そうなんですか。すごくお綺麗ですよね。はい、お車は新千人トンネルを、通過しております。ガイドさん、ガイドさん、スッドニーアンダーでも食う？昨日ね、山田の道の駅で買ってきたの。美味しそうですね。これは何からできてるんですか？これはね、青豆と米粉と砂糖と塩だけ使って作ってんの。一個一個ね、手作りしてる生菓子なの。すごく美味しそうですね。炙ってちょっとカリカリになったとこがね、すんげーうめえの。スッドニーはね、宮古とか山田とか道の駅とかスーパーとかね、商店さえ行けばね、売ってっけに。ああ、そうなんですね。はい、まもなくお車は遠野インターを降りまして、道の駅遠野風の丘でトイレ休憩を、取りたいと思います。ただいまのお時間7時50分でございますので、出発は8時とさせていただきます。前沢牛入りのつくねを食べます。美味しそうです。岩泉の飲むヨーグルトが売ってました。ありがとうございます。いるから大丈夫。はい。青の目ね。はい。あ、ここですね。はい。あ、秘密基地、ありがとう。ゆっくり。お兄様。あ、そうなんですか。
人が赤とか。なんか今日すごい。台湾の人。あ、台湾ですか。どうする？あ、私宮古ですよ。え、宮古人？はい、宮古人ですよ。宮古人。宮古人。詳しいですね、宮古人。こっちで宮古人って言っただけなんだけど。あ、そうなんです。します。いっぱい体験だよ。今頭かぶせ見たから撮れたよ。思い切りはないと思うよ。鹿児島ばいなんてすぐお調子もねここら辺の紅葉はね抜群だっけね。じゃあちょっと今 Twitter とかのインスタグラムとかに投稿しておくのとか、うん、ポラーノハワイ州ってのがあるのね。あ、いろいろ違うんですね。あんのここほら全部世界の国家は全部用意したから、まあ新温泉まで行くのがおすすめだな。はい、こっから4キロぐらいか。こっから4キロ、うん、はい、こんにちは。お使いですか？食べていかれますか？ここはここまっすぐ行って橋渡ってまずの方に行ってメインで行ってもらう。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。縛ってくれ。また増えてきましたね。今はピークなんで。
主人様にあのこのダムすごく綺麗だから教えていただいてきました。すごいですね。